最初はグーじゃんけんぽい、どうぞ。俺からさあ、うん、新しいカードで調子乗りすぎて間違いないしよう。なるほど。うわ、まずいなこれ。まあ、引けば何か引くだよ、うん、チャージャンドー、はい、ドロー。あ、引いた引いた、はい、引いた、引けた、引けたが、うん、まあでもデッキ掘るかな、うん、タイムセール、ゲージ2とライフ2。了解です。このライフ2が怖くなくなったな、ちょっと。そうですね、ツードロー、うん、なるほど、コール、はい、じゃあイエローチャージします。いやー強い、またもう。で、一応これ場に電脳があるならみたいな効果が多いんで、はい、ハイパーエナジーして、はい、変身もしておく必要がある、うん、変身、はい、変身した、はい、で今のところ弱いな、うん、コントロール C、はい、電脳があるなら好きなカード持ってきます。プロトコル、プロトコルを、バディコール、そのまま、はい、了解です。で、ワンドローします。はい、うん、悪くねえな、いちいち悪くねえな、うん、それどうしたもんかな。チャージしよう、まあチャージしますよね、はい、それに加えて、うん、どういう動きするかちょっと分かんないけど、うん、ジオが見せて、はい、固めておこうかな。そうですね、うん、厚めにしといて、はい、で、アタックフェーズ3点になってる、はい、こいつで、まあ、しょうがないですね。2、3、はい、ハンド、ドロー。さて、チャージ、ドロー。いやー、どうしよう。今手札に戻す系っているんですよね、またあ、まあそうね、この電脳は、まあ、これ自身がモジュールショットで戻してハンデスっていう効果を持ってて、うん、もちろんカオスに睨んでるんで、セミマルみたいなカードが入ってますね。そうですね、このデッキには。でもこれはいずれも全部起動系ですよね。そうね、ここは対抗では打てないんで、はい、うん、起動系と、起動系だとな、困りますね。まあ、一応ドラゴンスローンから、うん、あ、なるほど、うん、ただですね、これって破壊されないんじゃない。破壊されないですね、うん、手札に戻せず破壊されない、はい、チェスブレイクだとデッキに戻せる。そうなんですよね、うん、なんですけど、ちょっと回してみないと何とも言えないな、うん、今アジドハーカーを出すわけにいかないな、よって、うん、今アジドハーカーを出せば餌食になりますからね。可能性があるぞ、まあ、ゲージ重いからならね、うん、そうだね、そうだね、ここが残っちゃうから、ね、どうやったのね、はい、ここは崩したとしても、でも確かこれでさっきのテキストで謝んなければ、うん、そう、強制発動なんで、あれああそうなんだよ。そう、これがよく読んでみると、うん、ドロップに置かれた時モンスター1枚を破壊する、破壊しても良いじゃないんだよ。そう、するって書いてあるんで、してしまうんですよ。1枚立てるとそいつを破壊せざるを得ない状況、はい、ってことになるんですよね、はい、おそらくは、はいはい、ということなので、でもそういう意味ではここのソウルカードもあるからね。そうですね、まあ、ということなので、バニーカード1枚出しておきましょうか、はい、ただこれ捨てなくていいと思います、このままで。なるほど、はい、このままこれをコストにですね、バディコール、はい、はい、アジタカハカシス、はい、サイズ4、アジタカシスですね、はい、出しました。でーん、よいしょっと、はい、ではウィルスバスターの弱点に気づいちゃってるんですよ。そうですね、ではアタックに入りましょうか。はい、はい、ですね、うん、アタック。これは全てと戦闘する？いや、違います。効果破壊する？いや、普通に攻撃するだけです。全てに攻撃する？いや、一箇所だけです。普通に攻撃するだけです。これは全てじゃないんだ。はい。はい、普通に攻撃するだけです。はい。じゃあもう、はい、ソウルガードします。はい。しました。ズヨーが奇襲。奇襲、OK です。はい。二、はい、回攻撃。二回攻撃。ちょっと考える、はい、了解です。どうぞ。あー、そうなのかー。はい、そうか、でもどの道これを例えば押し出しみたいな動きを取ったとしても、はい、これはソウルからドロップに置かれたことになっちゃう。置かれちゃいますね、結局。結局置かれちゃうの、はい、はい、バカラドいたら置かれちゃいます。そうですね、はい、じゃあウィルスバスター効果発動しちゃいますか。了解です。じゃあもう4点回復くらいさせてもらいます。4回復、そうですね、はい、美味しいですね、はい、はい、じゃあ、これの効果、これ強制破壊だからちょっと気をつけて。このカードが破壊された時にですね、ライフ1を払います、はい、そうするとデッキからですね、
アクワルタ・グワルナフってついてる、名がついてる剣を2本まで装備します。はい、はい、これで気持ち悪いね。はい、よってアクワルタ・グワルナフ、うん、アクワルタ・グワルナフっていう、うわー、はい、はい、はい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 、という感じで、うわ、これがひどい、うん、結構これのせいでよかった、気づいてどうぞどうぞ、はい、っていうことなんですよ。そうですね、ただ4もらったんで、そうですね、ライフ4もらったんで、はい、じゃあ、引き続きいきます。貫通とかあるの？ナイス、アタック、うん、ない、はい、まあいいでしょう、はい、プレイヤー6点です。これはうまくないんで、コントロール XV 使います。了解です。戻してコールし、はい、アタック対象ここに変更しました。なるほど、まあこっちですね、まあ、ドローしますね。はい、了解です。で、バーンやられた、はいはい、終了です。どうぞ。さあ、ずっこけたか。これがなんだっけ、ちょっと待って、ですね、ドロー、まあ、この剣は相手が単体で攻撃していた時にその攻撃を無効にしますよっていう剣と、うんうん、こっちがですね、相手が連携アタックしたときに手札1枚とライフ1を払うと攻撃を無効にするっていう剣です。はい、連携すると、連携するとライフ1と手札1を切ることで1ずつしか削れないみたいな、まあ、でも反動には限界があるじゃないですか。はい、じゃあ積極的に連携しかければいいって、まあ、そういうことですね。うん、OK、チャージアンドドロー。そっか、あのカードしかないぞ、積極的に連携するにはこのデッキには1枚しか入ってないんだ探せるかな。フルトコルブ、ドロー、はい、ドロー来ないっすよね、コントロール C がないと、うん、ダメだってことは、全2回攻撃がなければ全連携と言わざるを得ないですね。一応が戻すんだな、うん、イエローモジュールチャージします。はい、そうですね、まあ、一応チャージして打撃を上げます。了解です。うん、まあ他にやることないよな。はい、はい、じゃあこれで、はい、まあ、全連携5点って言いたいけどどうする？そうですね、じゃあ、まあ、剣の、そうですね、剣の効果で、ではライフ1と手札1枚を捨てて、うん、攻撃を無効にしますと。はい、無効になっちゃった。はい、ターンエンド、私のターン、ドロー強いな、強そうだなチャージ、ドロー、強そうだな、やってることが。天竜開略ライフに2ドローですね。そのライフを後悔させてやる。そうですね、危ないですね。さて、この後か、どうしようかな。ですね、じゃあここで、ヘブンズギフト、デッキから、天国の設置魔法1枚、手札に加えますと。ライフ伸ばすってこと？そうですね。なるほど。しかし、3点、6点。これちょっと読んでるね。なるほどね。ソウルガードを無効にするか、これ。あ、それができないわ。失礼しました。ドロップ全部押すか、せいぜいだ。失礼しました。うん、今できるのは。はい。うん、ドロップですね。ドロップ戻す、はい、しょうがないです。さあ、じゃあやめました。ドロップを、はい、全部戻します。はい。いいだろう。いやー、しかし、しょうがないですね。はい、じゃあ、一応、これ設置。なるほど、はい、あ、なるほど、これでネットバスターが、はいはい、モンスターから受ける3点以上のダメージをカットします、うん、効果ダメージもだよね、はい、そうですね、なのでこれでネットバスターは0点になります、うん、とりあえず、はい、アタック入ります。3点、うんと XV、はい、戻して何コールしようかな何コールしようかな、まあやろう。そうですね、でここにアタックを引き付けます。はい、でダウン、はい、6点バックスペース で破壊されてるんで回収入ります。はい、了解です。どうぞ。まあまたデッキ掘るんじゃないかな。そうですね、あれを引きたい。ネットマンには2回攻撃マンがいるんだ。ドロー、うん、チャージ&、はい、ドロー引かねえ、コール、うん、アンドロー、はい、コントロール C 引かねえ、はい、くそー。あ、そうだ、これアタックしたとき戻ってます、ごめん。なるほど、はい、でもそろそろ自利品だな、まずいなこれ、うん、まずいなやむをえん、はい、アーカイブコール、了解です。効果でソウルチャージします。はい、センターへのコール、全能を入れる、はい、魔法回収あったらな、嬉しいな、うん、ハンド1か1っす、
なんでね、一連形しか。こうでいい、こうでいい。あ、どうぞ。で、こう、こうでいいのか。あ、なるほど。うん、そういうことか。じゃあ、どっから受けるしかないのか。うん。うん、ただ会社の方は生きてるかなという不安は多少ありますけどもね。じゃあ連携3点、まあどう受けても3点ですね、うん、それとあれが4点か、ここが、じゃあまあここ受けるべきですね、1、2、3と、はい、なるほど、で戻る、はい、でこいつが3に上がってます、4点ライフ1と手札1枚かきついな、はい、やっぱ反動減ってくからね、そうですね、万能ではないよね、そうですね、どうしても、はい、でこっちは反動あるから、そうですね、この6点さえ受けれればチャージアウト、ドロー、あーきついな、やっぱし、アタックに入りますと言わせるわけですね、どうぞ、いやとは言ってもな、絶対仕留めらんないしな、どうしようかな、うん、アタック対象、まあ、ここかな、そうですね、ここ、はい、しょうがないですね、ちょっと待ってね、はい、ここは許そう、はい、終了です、どうぞ、悩んだ、いやー手がないな、なるほど、そうなったか、そうなったか、こうだな、チャージ&ドローを、はい、取れずコール、はい、まあ迷わずイエローチャージします、はい、入れてうまいカードは特にない、うん、まあ、魔法にしとこう、魔法回収手段ないから、はい、で、コール、はい、まあ、こうだな、はい、もうハンド内が決まるな、これ、そうですね、で、コール、うん、で、こいつチャージしてないね、はい、しとこう、まあ、して、打撃あげる、いやじゃあ4点、まあ、もらわざるを得ないですね、うん、まあ、手札がきついっすね、そうだな、うん、そう、これはなんかダイナミックで強そうだけど、そうですね、俺がでも継続的に防御札持ってたから、そうっすね、きついな、一回でも防御札がないタイミングがあると6点が通るっていう、そうっすね、いやきついな、どうしよう、どうすればいいんだろう、ほんとつらいそう、難しすぎますね、うん、いろんなギミックが、うん、ハンド4、うん、の割にはカオスほど引きまくれないからね、そうなんですよね、そうだ、結局やっぱりまあ何でしょう、強化されたとはいえ、うん、カオスの介護感的なところがどうしても抜けないんですよねそうだね、そう、そこが本当にきつくて、でも時短に自戒してからのこの2本で攻撃っていう動きは結構、そうですね、そう、確かに、うん、確かにそれは強いんですけどね、うん、やっぱりドローギミックがないとダメだな、もちろん竜王殿、うん、天竜開闢入ってます ね、 ね、そう、入ってて、で天竜人命とか、そうですね、そう、あとはダークネスヒーリングが回ってくれるとちょっと少し余裕が出るんですけどね、うん、うん、あいにく、そう、でもあいは結構構築自由度があるからね、そうですね、まだまだ研究、そう、まだ分からないです、黒竜の 悪さする設置とかも使えるし、そうですね、そう、まだまだ全然分からないんで、うん、あとは手札かな、少し、まあ、ライフはあのヒーリングが来ればちょっとはライフはなんとかなるんですよ、うんうん、自分の場のモンスター1体破壊して黒竜の設置魔法があると、あ、ライフゲーム入れてる、そうですね、ライフ4点回復、まあ本当はこれあのアジタハーカーを爆発させるからです、これは、ああなるほどね、はい、黒竜破壊して、そうです、まあ、黒竜というかそれモンスターなんで、あ、モンスター破壊、はい、自分のモンスター1体破壊なんで、まあ単純にこうでライフももらえると、はい、アジタハーカー破壊して、本当だ、だいぶ軽くなったな、そういう意味で、これ、あ、プロモなんだ、これプロモですね、あんま見たことないと思って、はい、うん、アジダハカ破壊して、その時これがあると手を回すんで、これがドロップにあるとサイズ3以上のモンスターが出るとドロップから湧いてくるんで、うん、アジダハカが出るとこれ湧いてくるんですよ、これ、うん、でなのでこの発射条件を満たすと、うん、満たす、まあ、ちょっと、まあ、回復条件を満たすんですよ、これ、うん、なのでそう、回っこっかな、ちゃんと決まればライフは少し余裕ができるんですけどね、なるほどね、うん、あとはというよりハンドの方が深刻だね、ドローがちょっとまずいっすね、うん、やっぱり、うん、ドローソースがきついな、もう少しなんとかしないと、カリオストラとか100機のなんか竜騎士とかそうですね、ちょっともう少しドローを、これはもちろん生贄でコールだもんね、はい、だから、はい、で あいつらドローするマン出してドローして、そう、っていうか、もしくはですね、これあの別に場のカードなら何でも送っていいんで、うん、あの正直これ送りたいんですよね、あ、とても綺麗で、あのこれ出してこれ出してこれを送ってこれを出すとこれが返ってくるの、こうやって、はい、また、まあ、場のカードをの数で言ったら減ってない感じになる、そうですね、はい、和のカード1枚を、うん、そう食べなくて、でもなんかデッキ掘った方がアンサーありそうだよね、そうですね、うん、そうだ、まあこれで多分なんだろう、ずっとやってればどっから押し切れるような気がしますけど、そうどっからね
その耐えには耐えるハンドがないってことだから、ね、そうですね。そうだ、あとはちょっとやっぱりこれ貼ってあっても効果ダメージしか出ないからね。そうですね、モンスターによる効果ダメージはカットできるので、うん、しかも貫通とかはこいつはセンター開けなきゃいけないもんね。まあそうですね、その心配はいらないから、まあ、貫通はもともと心配ないので、うん、まあなんですよ、モンスターの効果による理不尽な3点以上のダメージは全部カットはしてくれるんですが、うんうんうん、そうだね、そこまで貫通を見れないところはそんなに合ってない感じもあるね、うん、そうですね、うん、そうだからまあこれは本当に時々あのモンスターでこうバーンダメージを出してくるのがいいので、うんまあ、そこだけ要注意、まあ、アトラとかね、まあ、あとはですねこれ、うん、なんでしょう、結局何らかの言ってアインなんでゲージなくなるんですよね、うん、なのでこれがモンスターがアタックすると単一ゲージが溜まるんで、これで一応少し運用もできるんですけど、ね、はい、あとはこれだけで押してて本当に勝てるのか、それともなんか決め手がないとダメなのかっていうのはちょっとまだ読み切れてないんですよ、ね、これで全然勝てるんだったら特に必殺とかいらないんですけど、俺は結構きっちり攻撃止めるカードだじゃん、こっちは。そうですね、他のやつは打撃下げるとかだとこの6はそんなに、うん、そうですね、まあ、6は全然下がっても3点取るとか、はい、6はまあまあいいや、じゃあ3でみたいな感じで言えちゃうんで、うん、そうだからちょっと防御兵だとの相性も良くなかったかもね。そうですね、そうだ、あとパワーもな、だからこれ子供たちの盾構築だと、まあ、結構きついかもしれない、ね、まあ、攻撃回数が言ってこれないんで、そんなに。そうだ、あとはなんだろう、やっぱりここを叩き起こす何かがあると、あ、はい、あの確かに強いっちゃ強いんですよ。竜騎士とかでいそうだな。竜騎士っていうか、あのもっと打ち上げていっちゃうと、うん、あの最近使われないことで有名な、うん、はい、パールバッツ、雷帝軍パールバッツです。あ、そうだね、そうだ ね,、はい、そうだね、あれの逆転で場のカード全部スタンス。あ、そうだ、逆転してないじゃん。そうなんです、それありだ、ね、なので、うん、バールバッツそこはゲージとの、そうなんだ、ね、まあ、これがあれば全然いいんで、うん、あとはゲージをうまくこうためられることができれば、うん、あとはバールバツ出して逆転すればこれが2回攻撃ずつやってくれるので、うん、そうだね、まあそれくらいかなっていうところですね、はい、あ、普通のあの逆転じゃないバツも起こせんだよね、あのサツキをよく起こしてる。ああ、そうですね、あれでもいいんだ、ね、はい、バーのカード1枚でもあれ、あのがもしまたも確かあれって雷帝軍指定だったような気がするんですけど、雷帝軍ならみたいなことが書いてあった。どうだったかな、そうですね、確かそうだったかな。あ、だから使われないのか。うん、そうだ、そうですね、そう、ライティングと、まあバールバッツあれ関係ないんで、場の自分のカード全部損なんで、はい、それはありだね、うんうん、やっぱりそっちなのかなって気もしますね。最速で決めちゃって、これは現状採用してないのね。まだ使ってないですね、うん、今結局ゲージ足りそうだったっていうか、いや、あのこれが来てでモンスターが1体でも何かいればいいんですよ、うん、で、やっぱりこれダークネスが主体なので、例えばスフィアを入れるとか、うん、することによってゲージはもうちょい貯められるかなって。そう、ね、そうで、スフィアがアタックすることでワンゲージチャージ、さらにチャージアとドローが発生するんで、これのコストも稼げると、うん、でついでにプラス1なんです、ライフが、うん、だからスフィアを出すと差し引きゼロで1回攻撃止めてくれるんですね、それで、うん、だからまあそれはそれでいいのかってことですね。だ、最速で装備して、うん、あとハンド増やせばってところ、ね、そうだ、やるべきは多分最速装備で、もう防御札なんて一切入ってないんでしょ、これが防御札だから。うんとですね、いや、まあほぼ入ってないですというか、まあ、うん、入ってないですね。まあ先行ワンキルぐらいしか。そうですね、まあ、あとは見ての通り手札をこうやって捨てていくんで、もう高校行ったまで絶対装備みたいな動きにしないでしょう。多分手札がなくなるんで、うん、これ多分打てんだろうなという。ああ、これね、はい、あ、確かに確かに、ね、はい、多分手札がなくなるんで、これは最後の1枚として握って、そうですね、はい、最後の最後で連携って言った時に、じゃあもうこれでみたいな感じで、これもあんま見ないね今ね。うんですね、そう、なるほどね、はい、これでドローしてっていうような感じですかね。そのとこですね、はい、まだ研究中ですね。そうですね、まだまだ調整がいります。チャンネル登録、 Twitter のフォローよろしくお願いします。あなたと